30ですが17です。新ヘソン、泥酔してヤンセジョンと一夜おかご。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール SBS、30ですが17です。放送画面キャプチャー新ヘソンが泥酔してヤンセジョンと一夜を過ごした。7日、韓国で放送された SBS 月日ドラマ、30ですが17です。では、人生初の飲酒を経験するウソリ、新ヘソンの姿が書かれた。ウソリは初めて飲むお酒に、すっきりしている、と喜んだ。ウソリは勢いに乗ってお酒を飲み続け、最終的に泥酔した。泥酔した状態でどこなのかも知らず婚婦人、ヤンセジョンの部屋に入ったウソリ。二人は酔ったまま一夜を過ごした。朝起きたウソリは、これは夢だと思った。婚婦人に、これは、夢です、と言ったが、彼は、夢ではないと思う、と言った。